生、大変です。11月から12月にかけて横浜山下公園の氷川丸で大リース展とかっていうなんか大きいイベントがあるらしいんですよ。それは本当なの？何をみんなでそんなにいっぱい借りるの？先生、借りるリースじゃなくてこういう輪っかのリースですよ。またね、なんか絵のフラワーデザインスクールが絡んでるらしいんですけれども、なんかね、ちょっとね、名前が違うようなこと言ってたんですよね。名前が変わってるってそれはどういうことなの？詳しい詳細はまだ発表されてないんで、僕が責任持って調べておきます。よろしく頼むよ。では行ってみよう。はい、では早速始めていきます。今日はね、こちらのハンギングヘリコニアを使ったアレンジメントを作っていきます。まあ、以前にもね、このハンギングヘリコニアは使ってるんですけれども、まあね、またちょっと違った感じのアレンジに仕上げていきますので、ぜひ楽しみにしていてください。では行ってみましょう。はい、ではまず最初にこのハンギングヘルコニアを入れます。このハンギングヘルコニアはこう垂れてますよね。前にも言いましたけど、垂れてるからこうぶら下がった時にこう、まあ、飾る場所の、ね、床面につくのはすごくみっともないです。ただ逆にこう床面が、まあ、飾る場所が高くて、そこがこう垂れ下がるような、ね、場所であったら、まあ、それはいいと思いますけど、まあ、今回はね、どこにでも置けるように、この床につかないようにね、作っていきましょう。はい、続いてこのエメラルドウェーブを入れていきます。この辺りの葉っぱとかでアウトラインをね、きれいに構成しとかないと失敗するもとですね。はい、続いてこちらのね、カラーを入れていきます。はい、次にこちらのレザーリーフファンで少しファンデーションワークをしておきましょう。はい、次にこのね、ヒペリカムを入れます。ヒペリカムは葉っぱをね、全部取ってしまった方がいい場合と、つけといた方がいい場合がありますけど、今回はね、ちょっと必要ないので、すべて取ってしまって刺していきます。はい、次にこちらのね、カーネーションを入れていきます。最後にこちらのドラセナですね、ハワイアンフラグを入れていきます。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。こういうね、個性的な花はもう最初にドッと入れて、その雰囲気に合わせて他の素材を合わせていくのが一番作りやすい方法です。なのでこのハンギングヘルコニアに限らず、ちょっとこういうね、個性的な花が来た場合は、そういう風に試してみるのはいいと思います。ただ個性的でも小さいものの場合はね、それは適用されませんので、そこは注意してください。ではですね、また次回ね、素敵なアレンジメントを紹介していきたいと思います。またお会いしましょう。 See you next time。冒頭でもね、少しお話ししてたみたいですけれども、11月17日より横浜山下公園内にある日本郵船氷川丸で大リース展というのが開催されます。もうね、ありとあらゆるリース、クリスマスリースももちろんたくさんあります。リースがですね、船内をこう彩ります。すごいね、100点から150点ぐらいのリースが飾られますので、ぜひ皆さんいらしてください。
あとこちらのね、フラワー TV も皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちら、こちらをクリックしてください。スマートフォン、タブレットの方はこちらは見えてないと思うので下のリンクよりお願いいたします。あとツイッターブログもやってますので、ツイッターのフォロー、ブログの読者登録もお願いいたします。ではよろしくお願いします。